量多くないですか。まあデブです。チャラです。チャラです。チャラです。何ですか何ですか。デブですが1個足りないよそれ。おデブです。絶対バカに、絶対バカにしてるよね。ナイスナイス。今日なんかあの裏話ということで。裏話ではないですけど、なんでしょう、なんかチャラさんが話が、師匠への疑問をちょっと、疑問、はい、ぶつけてやろうという、やろうと企画をしたいんですけど、疑問をぶつけてやろうと、はい、もう何でも何でもいいですよ。あのまあそれはなぁ。何も言えなくなっちゃうんで言っていいですか。あのカラクリドールに弟子入りして、まあ、はや、まあ、5、6年、7年、8年ぐらいどれや経ってるんですけども、5、6年、7年、8年、いつや経ってるんですけども、あのずっと入った時から疑問に思ったことがあるんですよ。それは疑問だね。多分絶対皆さん疑問に思うことが1個だけあるんですよ。僕も疑問だね。何するの？いや、あの解決してほしいです、そこは。あ、はいはい、あの師匠って、はい、あ、まあまあ師匠じゃなくても、まあ、いるっちゃいるかもしれないんですけど、うん、カードに、カード、あの普段使ってるトランプの、トランプって、まあ、例えばこれですけど、ケースが入ってるじゃないですか。ケースの中にカード入ってる。はいはいはい、はい、でも師匠が毎回持ってくるトランプってこれなんですよ。輪ゴムついてるんですよ。あの営業とかこうテーブルホップとかやるときは大体こういう感じで持ち歩きますよね。これなんでかなっていう疑問。だって箱の上にこれでもいいわけじゃないですか。こうやって輪ゴムね。はい、輪ゴムこうやっていいじゃないですか。こうやってやれば。はいはいはい。ね。はいはい、箱から出して、うん、なぜ。これで持ち歩いてるのかなっていう僕の疑問。それは疑問だね。疑問すぎません？これちょっとだってこれですよ。まあまあ入れ、まあね、箱出さずにこれ届けば、まあ、すぐカードいじれますけど、多分これそれなんだろう。疑問じゃなくてさ、はい、バカにしてる。してないです。してないですけど、これってなんだろう。それはトランプよ。トランプですけど、当初から僕思ってたんですよ、それ。聞きますよ、じゃあ。じゃあ聞きますよ。はい、これは何ですか？トランプ。輪ゴムです。っていうのやりたいからかな。違う。これでもできるじゃないですか、だって。これはね。これでも箱でもできますよ。なんでだろうね。でも僕不思議なんですよ。箱をなくし捨てちゃってるのかなと思ってるんですよ。師匠って、あの、新品のトランプを開けるとき、全部シールまで剥がすんですよ。うん、結構箱も大事にしてるのかなって僕思ってたんです。大事にしてますよ。だから箱を別で家にすっごい飾ってこれだけを持ち歩いてるのかなと思ったり。どんな趣味？いや箱コレクター。ああ、なるほどね、はい、箱だけずらーって意味ないじゃん。いや、そうじゃなくて、はい、すぐ演技ができるからですよ、単純に。ああ、こう外して、箱からカード出すのってこの手間かかるんですよ。輪ゴム外して箱、まあ輪ゴムはどっちにしてもあるだけど、はい、あるだけど、はい、こっちだとこうなってるってことでしょ。そうです、こうなってで、僕はあのほらアタッチっていう、ほらこういうことが起こるから、あー困った、うわー困った、こういうことがいろいろ起こるから、はい、カードケースは持ち歩かないんです。それは家にちゃんと取ってあるんですか。でも多分現場に持ってってると思う。ああ、じゃあその場でセッティングしてるときに箱を取っちゃって、あとね、はい、これだと中身が分かんない。分かんない。でこうやってると何のデックかっていろ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 なネタのデックがあるじゃないですか、はい、分かるから、すぐ分かるから。確かに師匠いっぱいトランプ持ち歩く方なので、確かにそれはあるかもしれないです。これも即戦力というか、すぐにこう使えるので、使える、使える。でこっからなんかするわけじゃない。おお。ですぐこう、ま、できるんだけど、こうなってるとまずこう開けなきゃいけない。出さなきゃいけない。気持ち的に閉じてしまいたくない。
確かに閉じたい。閉じたいでしょ。閉じたい。開いたらもう動きたくないでしょ。動きたくない。3段階あるわけですね。まず開ける、開ける、出す、出す、どうしようかな、閉じて置く、それプラス輪ゴムが入ると4段階。やばい。これはね、あのホッピングでお客さん掴んでおかなきゃいけないから、お客さんのテーブル入らせていただくじゃないですか、はい、あのマジシャンなんですけれども、はい、まあ、一人で見ていただくこと大丈夫ですかって言って、そこでお客さんが離れちゃった気持ちがね、離れないようにお客さんの気持ち掴んでおくには余分な手間なんです、僕の中では。あー、スピードが大事ってことなんですね。スピードです。だからこれだったら、これでお客さんのところ行かせていただいたら、はい、まあ、こうなっているわけですよね、はいはい、お話し中すいません、お食事中申し訳ございません、あの余興のマジシャンなんで一ネタさせていただいてもよろしいでしょうか。どうする、見る見る、あ、そうですか、今日イケメンのお兄様が触れると絵が変わっちゃうんでポンと触れてください、ほら変わりましたって。早いじゃん。早い。これだと出してる間3秒で4秒で時間かかるわけです。その3秒4秒の間のお客さんの気持ちが離れちゃったら掴みきれないんです。だからおかしいですよこれで持ち歩くのも、うんうんうん、あんまり綺麗じゃないし、まあまあそうですね、なんかこうなっちゃった、ね、何これ何これ何なりますか、ね、何これ。それもともとケースに入ってるものじゃん、トランプって、はい、ちゃんとケースの中から出してっていうのが、それができる人ならば、うん、何でもないですよ、とっても面白くないですよ。開ける、出す、はい、頑張って閉じる、頑張って置く、ここが面白きゃいいんです。あ、何が始まる、マリックさんみたいに何が始まるんだろうってワクワクさせられるようなものを持ってればいいんです、うん、僕が開けて出してってクソつまんないんですね。いや、何も言えないですけど、ただのデブがケースから出して一生懸命閉じてる姿ってクソつまんないでしょ。まあ、でも喋りながらこうなんか開けたりっていうのもできるじゃないですか。でも確かにこっちの方が短い、すぐにマジックに入れるから、うん、お客さんの気持ちを離さないでも入ったまんまポンと持っていける。確かにこれは楽ですね。だからおかしいけどね、まあそうですね、だから本当はあまり良くない、おすすめはしないけど、やっぱり僕みたいにお客さんのなかなかつかめる能力がない、マリックさんみたく引き込む能力がないので、とりあえず掴んどかなきゃいけないってなると、ちょっとでもすぐ現象が起こった方がいいので、こういう風にですよ。スピード感を出すためにこれ、それは早いですよ。これがない方が、ね、ない方が全然いいですよ。あとよくこれ忘れてきちゃったりするし、ああ確かにこれ忘れがち、ねね、だそのままこう演技を終えてありがとうございましたありますもんね。僕あのチョップカップみたいなのもやるんで、はい、一応カップの中にストーンって入れて持ち帰れば別にいいじゃん。そっか、箱なくてもこれをあのマグカップの中にポーンって入れて、どうもありがとうございましたって持ってこれるから、ケースがあるとちょっと入りづらかったりするんですよ。このままストーンって入れて持って帰ってきちゃうみたいな、ということが勉強になりますね。これいいのかな、マジレス。マジレスでいいんじゃないですか。マジレスしたね。結構勉強になりますよ皆さん。あ、そういうことだったのかってなってる方もいらっしゃいますし、多分。でもカラクリ動画こうやって持ち歩いてるのでこれも知らないですよね。見たことある人は。こうやっていつも持ち歩いて、あんまりおすすめはしないですよ。格好悪いから。ちゃんと例えば前田さんみたいくね、ちゃんとしたマジシャンですって言ったらこうだから出して、それこそのシール開けてるところからやるとかっこいいじゃないですか。まあそうですね、まあ、確かにそこの中でも会話があったり演出があったりしますから。そう、それができないから、はい、隔離動画ってシール開けても早くやれよって思われたんです。そんな暑苦しくないですけどね。いや、まあ、でもねって思うので、これで始めるっていうだけなんですけど。あ、勉強になりました、ありがとうございます。ということでね、ちょっと今喋り疲れたんで、はい、冷やしパインソーダ飲みますけどね。ごめんなさい、ごめんなさい、はい、冷やしパインソーダ、いや、いいんですよ、冷やしパインソーダ、いいんですけど、量多くないですか。まあ4本あるんですよ。え、4本同じ銘柄が。飲んでください。いいんですか。チャラさんも開いてますけど、チャラさんが開けたんだから4本、これ美味
しいでしょ。あの案件じゃないですからね、別に。うまっ、これうまい。これは、はい、本当にちょっと、まあ言っちゃいけないけど B 級飲料じゃないですか、うん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 、B 級だけど絶対美味しいですから。あのパインを忠実に再現してますね。パイン、しかも冷やしパイン、美味しい。だから冷やされてますよこれ。冷やされてるよね。ちょっと飲む、冷やしパイン、ついつい言っちゃうような、うん、爽快な味わいって書いてある。これソーダなんですよ。ソーダ、なんでしょうね。あのお酒ではないんですよ。ね、チューハイっぽいですけどね、ちょっと。ただの、あのジュースなんですけど、冷やしパインソーダっていうソーダ水なんですけど、ちょっと甘いですけど、うんうんうん、でも夏にはいいですこれ。ね、これあの氷の入ったグラスにこうトフトフ入れたいですね。そう、ここに今5本、4本しかないんですよ。もう1本あって、はい、さっき飲んだんですね。で缶捨ててきてくれたから今4本しかないんですけど、本当は5本目なんです。5本ありましたね、本当は。1個だけ、はい、何点があって、はい、言っていい？どうぞ。トイレ行きたいね、こんだけ飲まれちゃうね、トイレ行きたいですよね。トイレ行きますか。行ってきます。ありがとうございます。